南部風のチキンワッフルチキンワッフルチキン,ワッ,チキンワッフルはチキンとワッフルを組み合わせたアメリカ料理である。アメリカ南部のソウルフードやペンシルベニアダッチの料理に由来するものである。アメリカにはチキンワッフル専門の料理店がある。アメリカ南部におけるチキンワッフルはフライドチキンを使用する。ワッフルは朝食と同じようにバターや シロップなどの調味料を添えて提供されるアメリカ南部におけるソウルフードであるこのバージョンの料理はメリーランド州ボルチモアでは地元の名物になるほど人気がある多量のシロップをかけて食べることが多いまたシロップは主にメープルシロップをかけるバターを乗せることも多い伝統的なペンシルバニアダッチのバージョンはプレーンなワッフルの上に煮込んだ鶏肉を乗せ クレービーソースをかけたものである。アメリカ北東部でよく見られる。チキンパンケーキはチキンワッフルのワッフルの代わりにパンケーキを使ったメニューである。この料理の正確な起源は不明だが、いくつかの説がある。ワッフルは1600年代にヨーロッパの入植者によってアメリカに持ち込まれた。トーマス・ジェファーソンがアムステルダムでワッフルメーカーを4つ購入したことで、 ワッフルの人気は1789年以降に顕著な盛り上がりを見せた。1800年代初頭、フィラデルフィア郊外のホテルやリゾートでは、ワッフルには、ナマズのフライが添えられていた。そのような施設では、フライドチキンなどの他の料理も提供されていたが、ナマズの入手可能な季節は限られていたため、徐々に肉が選ばれるようになっていった。ワッフルに、 鶏肉とグレービーソースを添えた料理は、1860年代までには、ペンシルベニアダッチの間で、一般的な日曜日の料理として知られるようになっていた。1901年の開口録には、春の鶏とワッフルの晩餐でよく知られる、ペンシルバニア州、イーストリバティのタバーンのことが書かれている。19世紀末までには、この料理は、ペンシルバニアダッチカントリーのシンボルとなり、 観光との関連性もあって広まっていった。1840年代までには、マサチューセッツ州スプリングフィールドにあるワリナーズ・タバーンでは、ジェレミー・ワリナーと妻のフィービーという有名な奴隷廃止論者二人が経営しており、ブロイルドチキンとワッフルが有名な名物料理として知られていた。ワリナーズ・タバーンの料理人は、解放されたか逃げ出した元奴隷のアフリカ系。 アメリカ人の女性でプランテーションハウスの台所で料理を学んでいた。南北戦争前には南部の多くのプランテーションハウスではチキンとワッフルが朝食の主食となっており訓練されたアフリカ系アメリカ人のコックたちによって調理されていた。1909年のグリスウルド社のワッフルメーカーの広告ではグリスウルドのアメリカンワッフルメーカーを持っていればいつでも 自宅でチキンワッフルの晩餐会に参加できると歌われていた。ソウルフードの料理の起源についての伝統的な話では南部のアフリカ系アメリカ人はチキンを食べる機会が少なく、またワッフルよりもフラップジャックやパンケーキの方が馴染みが深かったため、この料理は珍しいものと考えていたようである。何十年にもわたって、 チキンはアフリカ系アメリカ人の家庭では特別な日の食事であり続けた。しかし他の歴史家はこの料理が南部に存在したという初期の証拠が乏しいことを挙げ南北戦争後のリコンストラクション期に南部のアフリカ系アメリカ人が北部に移住した後に生まれた料理であるとしている。チキンとワッフルの組み合わせは1871年に出版されたミセスポーター。 エッサザンクッカリーブックや1881年に出版された元奴隷のアビー・フィッシャーによるホワット・ミスス・フィッシャー・ノーズ・アバウト・オールド・サザン・クッキングなどの初期の南部料理の本には登場しない。フィッシャーの料理本は一般的にアフリカ系アメリカ人が書いた最初の料理本と考えられている。この時代の南部料理の本にはチキンとワッフルの組み合わせのレシピがないことから この料理の起源はより後のものであることが示唆されている。大衆文化においては、1917年までに、この料理は、アメリカ南部と結びつけられて考えられるようになっていた。エドナ・ファーバーのファニー・ファー・セルフでは、シカゴのレストランで、南部のチキンディナーに、ワッフルと本物のメープルシロップを添えて35セントずつ、と偽って宣伝していたと言及されている。 フライドチキンとワッフルは1931年までにロサンゼルスに伝わり、レストランザメリーランドで南部の名物料理として売り出されるようになった。ジェームズ・エム・ケインの1941年の小説ミルドレッド・ピアースでは、グレンデールのレストランでチキンワッフルのディナーを提供して成功を収める女性が描かれている。ニューヨークのハーレムのアフリカ系アメリカ人コミュニティでは、 1930年代には、早くもティリーズチキンシャック、リッキー・ウェルズのジャズナイトクラブ、特にウェルズ・サパークラブなどでこの料理が提供されていた。1935年、バニー・ベリガンは、チキンワッフルズというタイトルのジャズ・インストゥルメンタルを作曲した。ありがとうございます。